はよう。おはようございます。田中安次郎さん78歳、自宅近くの長崎市立伊良林小学校の登校時の見守り活動を2007年から続けています。もうね、今今年で14年目ぐらいになって、子どもたちの笑顔にこう押されてやってますけどね。子どもたちを見守る優しい瞳には平和な世界で育ってほしいという願いが込められています。人と人の殺し合いです、戦争はね。そんなことが絶対二度と起こらないようにって思って願ってやっぱりこうやってやってるんですけど、ここです。ここが被爆地で、ここ爆心地から 3.4 キロの地点、8月9日の朝、新中川町の自宅近くで祖母、2つ年下の妹、近所の友人だと遊んでいました。突然その青白い光がバーッと、ものすごい風に吹っ飛ばされたんです。近くの長屋で気絶していたところを叔父に助けられ、目を覚ますと暗いんですよ、空がね。紫色の空にこう太陽がぽっかりと、音がしない、静寂ですよね。自宅は倒壊したため、3週間ほどは防空壕での生活が続いたということです。被爆後の生活というのは悲惨さです。食べるものがない、着るものがない、生きていくっていうのが本当こんな苦しかったかのかなっていうような時代ですから、うちの家族は肩寄せ合って、まあ、貧乏ながらでも明るいっていうんですか、生活をやってましたね。支えになったのは家族、特に母よかさんの存在でした。おふくろはね、学校にも行ってないし、字も読めないし、書きも書くこともできんかったですけど、やっぱり自分を犠牲にしてね、子どもたちのために、子どもたちのためにということでしてくれたですね。平和の原点というのは家庭点ですよ。和やかな方、笑い声のある家庭、笑顔のある家庭、それの家庭が広がっていけば、ずっと世界中が平和になっていくんじゃなかろうかと思います。爆心地から500メートルにある長崎市立城山小学校。この花に託されたお母さんの気持ち、ね、子供を思う気持ち、それを大切にしていきたいねと思うんですね。平和というのはそんなとこから始まるんじゃなかろうかと思うんです。校庭の6本の桜は佳代子桜と呼ばれています。15歳で原爆の犠牲となった林佳代子さんを偲び、母親が苗木を送り植樹されました。田中さんは佳代子桜に込められた思いとともに、桜の苗木を全国の学校に送る活動を2009年から続けています。これまでに300校ほどに贈呈したということです。次の世代に生きるお友達にこれを託したいと思う。平和というものをどういうものかというものを託していきたいなって、それの一つの材料というのは佳代子桜。夏はこんな日に緑の木陰作ってくれるんです。春は春の綺麗な花咲かせてくれる。綺麗だな、平和っていいな。この日、城山小学校では授業の一環で6年生が3年生に佳代子桜の説明をしていました。音楽やピアノを弾くことも大好きでした。将来の夢は学校の教師になることをこと夢に見ていたそうです。やっぱり心強いですよね、頼もしい。被爆の継承というのはこれじゃなかろうかと思うんです。私たちの心にこの火薬だけでいつまでも残っていければなと思いますね。被爆体験を語り始めたのは60歳を過ぎてから。長崎原爆資料館や被爆遺構などをボランティアでガイドする平和案内人の初期メンバーとして2005年から活動を始めました。今月24日、新型コロナウイルスの影響などで
およそ7ヶ月ぶりの平和案内人の活動です。訴えるのは家族の大切さ。お弁当っていうのはお母さんからお友達への一つのお手紙なんですよ。作ったお母さんも亡くなってるんです。これを食べようとしていた堤里子さん、あんまん中の人14歳、この人も亡くなってる。こんな真っ黒けの弁当を二度と作らないでくださいって訴えかけてる。原子爆弾がこんなにひどかったのでびっくりしました。喧嘩とかを仲直りしたり仲良くすることが大事だと思います。家族の大切さっていうのはもう誰でも感じてると思うんですよ。それがイコール平和になってくるんだじゃないかって私は思ってるんですよね。被爆から75年、今年を転機に次の世代に戦争の悲惨さや命の大切さを訴えていかないといけないと語る田中さん。平和の原点は家庭、平凡な生活の連続が平和だということを伝え続けます。今継続っていうのが一番力になるかと思います。だからこれからも核兵器の廃絶、そして高級平和で長崎を最後の被爆地に、そんなことを頭に入れながら声に出しながら活動していきたいなと。平和っていうのがいかに大切かということを訴えていきたいねと思います。